レッツプレイジャズ。それに渡辺哲の哲をかけて、レッツプレイジャズ。ジャズしようぜみたいな意味でネーミングさせていただきました。そしてですね、その記念すべき第1回目には、同じ湘南育ちの加藤英介さんをお招きしました。こともシリーズ化していくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。これは山田君だもんね。あ、それ違うか。皆さんにこのワクワクを伝えたいっていうのが音楽をやっている意味なんで、自分にとってね、そこは伝わってくれたら嬉しいと思います。
ありがとうございました。1曲目お届けしたバラードは In a Sentimental Mood、 センチメンタルな雰囲気の曲でした。ありがとうございます。今日はですね、横浜リユニオンさんの新しい企画として Let's Play Jazz、それに渡辺哲の哲をかけて Let's Play Jazz、 ジャズしようぜみたいな意味でネーミングさせていただきました。今後ともシリーズ化していくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、その記念すべき第1回目には、同じ湘南育ちの先輩ピアニスト加藤英介さんをお招きしました。加藤英介さん、ありがとうございます。ということで、加藤英介さん、後ほどたっぷり喋っていただきますのでね、お楽しみにしてください。はい。それでは、続けて曲を2曲ほど、ステイブルメイツとサテンドール2曲続けてお届けします。
Thank you.
はい、ありがとうございました。ステイブルメイツとサテンドール、お楽しみいただけましたでしょうか。それですね、本日来ていただいてますスペシャルゲストというか、第1回目の記念すべき僕が尊敬する先輩のね、加藤英介さん、ピアニストです。彼もですね、この横浜リユニオンさんで先日ご自分のトリオでリーダーアルバムを作られたばかりで、そちらのジャケットなんかもちょっと見せていただきながらお話を聞こうと思うんですけども、英介さん、今あ CD ございますね、こんな感じの CD なんですけど、英介さん、これどんな CD なんですかね。これね、すごい渾身のデザインで、はい、作ってくれて、はい、で録音の内容もですね、録音もすごくいいし、はい、そして、まあ、僕のねオリジナル曲を、まあ、あの名優たちのね、工藤翔君と力武誠君が演奏してくれています。非常に楽しい CD になりましたので、ぜひよろしくお願いいたします。ほう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 、僕も聞かせてもらいましたけどね、もうなんか英介さんのかっこいいオリジナル曲が存分に聴けて本当におすすめです。そんな感じで皆さんももし興味ございましたら、横浜リユニオンのね、これ宣伝になっちゃいますけども、サイトに訪れていただいて、英介さんの CD ぜひお手に取ってみてください。はい、とこの4曲の他に、また4、5曲、加えて今日の録音を CD にしますので、そちらもよろしければお買い求めいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで、楽しい時間あっという間に過ぎてしまいますけども、英介さん、最後の曲参りましょうか。はいはい、英介さんとですね、なんか旅に出たいねみたいなことから、ひょんなことでそんな話になりまして、今日は旅とかそういうのをテーマにしているんですけども、ね、最後の曲はセンチメンタルジャーニーという曲をお届けしたいと思います。本日はありがとうございました。
Thank you.